はい、こんにちは。酒とロックとうんちくが大好きなスピリチュアルおじさんのライドと申します。あー、口が回んないけど、スピリチュアルおじさんのライドと申します。ということで、ベストヒトライドでやらせてもらってますと。まあまあ、あれですよ。いろいろ、こう、議論がまた巻き起こってますよね。東京オリンピックがもしかしたら、延期じゃないのって。なんかそういう可能性が、割と濃厚になってきてるじゃないですか。ね、IOC は実行すると、予定通りにやるなんて言ってるんですけど、7月に予定通りにやりますよってやってるけど、もう批判も来てますよね、今最近。選手の方から殺す気かみたいなね。命の方が大事だろって。まあまあ、そんな声が出るのも当然ですよね。日本は、ね、沈静化してきてるけど、世界がまだざわついてますか。でもね、それで、だからそうなった時にトランプがね、ちらっと言った、トランプさんが1年後にね、延期した方がいいんじゃないのっていう話がなのか。それともあと、ね、実際になんていうの、コメンテーターの人たち、無責任なコメンテーターの人たちいっぱいいるじゃないですか。が、2年後がいいんじゃないか、みたいな、とか、いろんな説が出てるじゃないですか。でも、その、延期の場合は、またね、延期になって1年、2年になると、今決まってる人たちと、違う人たちにね、なる可能性って、僕はものすごい高い。まあ、僕じゃなくても、そうじゃないですか。だって、オリンピックってね、その時、旬の人が出るわけだから、ね、そうすると、若い子もいるじゃないですか。変な話ね、15歳の人が16歳、17歳になるわけですよ。そうすると、もう、充実してくるわけだから、体力的にも。となると、またね、選手選考ってやり直しをするんじゃないのって思うんですよ。その場合ですよ。その場合です、その場合。やっぱり僕じゃなくても本当気になってる人いっぱいんじゃないですかね。池江璃花子ちゃん。池江璃花子ちゃんが4年後のパリを目指すっていうのがですよ。4年後のパリのオリンピックを目指すって言ってたけど、下手したら東京オリンピックも行けんじゃねえのって、ちょっと思い始めてるんですよ、僕も。絶対思ってる人いるじゃないですか。でもなんかね、テレビではそういうことをなかなかね、タブーなのかわかんないけど、言わないんで、僕は気になったんで、僕はめちゃくちゃ池江璃花子ファンなので、大好きすぎるので、気になったので、占ってみちゃったんですよね、またね。まあ、占っちゃダメなのかもしれないけども、占いたくても、もうしょうがなくて、璃花子ちゃんのね、リカコさんの東京オリンピックでメダル取ってガッツポーズしてる姿も想像したらもうね、もういても立ってもいられない。なのでちょっと占ってみたんですよ。なのでちょっと話聞いてほしいんですよね。池江リカコさんはね、2000年の7月4日生まれ。だから、7月で20歳になるんですよね。今19歳ですね。2016年に高校1年の時に、日本競泳史上初めて7種目で五輪派遣と決定して、リオの五輪に出場。7種目に出てるんですよね。リオオリンピックは。しかも高校生です。恐るべし、ね、凄さですよね。で、2018年の8月のアジア大会、アジア競技大会でジャカルタに出場して、6種目で優勝してるんですよ。6種目ですよ。日本人初となるアジア競技大会6冠達成して大会 MVP に輝いたと。僕もそれテレビで見てましたけど、ね、もう輝く、神がかり的な水泳でしたね。しかも、顔もね、どんどん笑顔で、どんどん綺麗になってきてるじゃないですか。もともとね、少女っぽさからはなんか大人っぽくなってきてて、もうね、アイドル並みのね、人気がね、今出てきてる。世界各国で、もう、池江璃花子ファン、池江璃花子マニアみたいなのが、増殖してる途中でしたよね。もうこの大会を見た瞬間に僕も、もうみんなもそうだろうけど、東京五輪はもうメダル絶対この人いっぱい取んじゃないのっていう期待はね、したんですよね。なんだけども、2019年にオーストラリアで合宿をしていた最中に体調不良のために予定を切り上げて帰国して検査をしたら、なんと白血病と診断されたことを公表。それで現在闘病中ですね。1年以上闘病してたんですよね。でも最近、報道ステーションにも生出演したりとか、生じゃないのかね。報道ステーションにもインタビューで答えて、その姿も。ちょっとね、痩せましたよね。やっぱり運動してないから筋肉が落ちた感じはしたんですけど、でも、もう元気そうな姿を見て安心できたし、あと、この前ですよ、インスタで、プールに入るまで回復して、お医者さんから許可出たんで、プール入りましたっていう写真がね、こんな感じで載ってたじゃないですか。まぁ、ちょっとね、体型は、やっぱり、これから筋肉つけて、もう少しまた、前のがっちりした体に戻していくんでしょうけど、まぁ、ここまで回復してるわけですよ。もう大丈夫じゃないですか、言ってしまえば。なので、ちょっと、占ってみたんですけどね。リカコちゃんのこと。僕が見てる占いの中のポイントがあって、この人の今19から20歳じゃないですか。19から20歳って、一番ね、運気がね、入れ替わる時期なんですよね。その、元々の子供の時の運気から大人の運気に入れ替わる時期なんで、なんかいろんなことがあるっちゃある時なんですよね。その、入れ替わりのその、差が激しければ差が激しいほど、何かしらの問題じゃないけど、何かしら
起こりやすい。ゆごちゃんが子供の時の運勢っていうのは、もうすごいんですよ。水泳やるために生まれてきたんじゃないかっていう、水の化身、水の神みたいなぐらいのあったところなんですね。だから、この小さい頃から水泳やらせたっていうのは、非常にいい導き方をした親御さんも、やらせた親御さんもすごいけど、ぴったり合いましたよね。今ちょっと運気が入れ替わってるんだけど、今年我慢すれば、ものすごく上向きな運気になるんですよ。今年いっぱい、今年はちょっと、なんで、集中して病気を良くすることに集中していただいて、で、ちょっとずつね、水泳もやりつつ、水泳とかで基礎体力をつけてって、来年以降です。来年以降はもう急速に上がるので、そこからですよ。なので、ちょっと今年はもう本当に頑張ってっていうか、まあ、無理しないでね。無理しないで、今年は、治療に専念することなんですよね。じゃあ、五輪が延長の場合、延期の場合ね。じゃあ、リカコちゃんの出場できる可能性ってどれぐらいのかっていうのをちょっと占ってみたんですよ。そうすると、今年はね、まあ、運気があんまり良くないので、一番良くないんですよ。一番良くない時期なので、とにかく今年はが、無理しない程度に、リハビリ、治療、あと、少しずつ体力向上みたいな地味なことを、本当に、ちゃんとした、なんかこう、発展させることというよりも、基礎を作っていく種まきの時期っていうんですね。種まきの時期にかかってるので、それをしていただき、ね、マックスにね、めちゃくちゃ運気がいいのは2022年なんですよ。2年後なんですよ。だからね、2年後の延期の場合は、僕はね、出場できると思います。そして、出場した場合、メダルも取れると思ってます。だから2年後の延期っていうのは、日本経済にとってはどうかわかんないけど、僕個人、池江璃花子ちゃんのことにしてみたら、2年後の延期って、僕は賛成かなと思ったりしますよ。あと、1年後の延期であれば、リカコちゃんの出場に関しての占いで言うと、五分五分ですね。上がってる最中なので、完璧ではない感じもあるので、ちょっとそこは微妙って感じです。そんな感じでした。まあまあ、納得できた占いかどうかわかんないですけど、まあ、気持ちは分かってほしいです。もう、リカコファンとして、また輝いてる姿を、早く、ね、見たいな、と思う気持ちが高ぶってしまったので。こんなことやってみました。ということで、ライドでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。